ははい、えー、こんにちはプロトレーダーダの翔太です、えー、今回は、えー、とポンド円のチャートテクニカル分析の動画になります、えー。一般公開の動画で話せる範囲のことを話したいと思います。えー、今の表示しているのが、えー、ポンド円の4時間足チャートなんですけども、えー、と4時間足レベルで。 えー、20日移動平均線が、えー、80日移動平均線をですね、えー、上にブレイクしているということとあと、えー、切り下げラインを、えー、上にブレイクしているということあと、えーウ,ェッジのえー、ウェッジの上限ラインも、えー、上にブレイクしていることあと,、えー、と4時間足レベルでの 直近の高値である200.718円これをですねヒゲレベルで一旦上にブレイクしてきたことこれらのことから上昇の勢いがですねかなり強まっているというのが見て取れるんですけどもじゃあ今後どうなのかというとやっぱりこの直近 の高値であるこの200.718円をですねまあそのヒゲレベルではなくてあの実体レベルであのしっかりとえ上にですねあのブレイクしてくれるかどうかがあの結構大切になってくるかなって思いますでまああのまあこのスクリーンショットをですねあの撮った時点ではまああのまた再度ねこの200.718円をこう上にこうブレイク えー、し始めてきているという状況なんですけど、まあ、まだこれあの確定しては、ね、あのいないので、えーまあ、このままですね、あのー、実体レベルで、えー、上にブレイクした状態で、えー、この足がですね、えー、確定してくれたらですね、まあ、今後その、えー、201円の、えー、切り板ですね、はいえー、201円の切り板をですね こう目指しててくくるる確率とといいうのがまあの上がが上ってくるのかなとは思いますただこれが逆にあのまた再度ですねあのヒゲレベルでしかあのブレイクしてくれずにこの200.718円あたりであのまあ抑えられる形になった場合ですねその場合はですねあのまあ反転してこう下落してくる確率がまあ徐々にこう高まって 来、えー、るんですけども、あのーまあ、まずその場合はですね、あのーまあ、この、えー、切り下げラインね、えー、引いているの分かると思うんですけどこの切り下げラインに対しての、まあ、裏タッチですね、えーまあ、リテストっていうんですけど、えーまあ、そのリテストとなる、えーまあ、反転下落がですねこう起きる確率というのもこう徐々に高まってくるかなと思います。でまあ、そこで まあ踏みとどまってまた反転して上昇してくれたらいいんですけどまあさらにそこからもしも下落してきてですねえもしもこのえ切り上げラインねあのウェッジ要するにそのウェッジの加減ラインでもあるえ切り上げラインね引いているのがわかると思うんですけどこの切り上げラインすらもですね明確に下にですねあのブレイクしてしまった場合はですね えー、その場合は、えー、かなりこうあの下落の勢いが強まりやすいので、えー、買い目線の方は、まああのー、ちょっと気をつけた方がいいですねその,あのそのパターンになった場合は。まあ、ただ、まあ、そのパターンに至るまでに、まあ、その20日移動平均線や、えーまあ、あと 80,、まあ、80日移動平均線はあれか。 えっとまあ、20日移動平均線がですねあの、まあ、サポートとして、えー、機能して、えー、くれるかもしれないのでその20日移動平均線際でのですねあの、まあ、プライスアクションよく見た方がいいですね。うん、でもしもこの、えー、ウェッジの加減ラインでもある、えー、この切り上げラインをですね えー、もしも明確に下にブレイクしてしまった場合は、えー、その場合はですね199.926円のところに水平線引いているのが、えー、お分かりいただけると思うんですけどこの水平線はですねあの直近の,あの、えー、ダブルボトムのネックラインでもありあと直近の安値でもある、えー、場所なんですね。 えまあダブルであの機能しているえラインなのでこういったラインはあの今後もえ機能しやすくなるのでま,あまずあのこの199.926円あたりまでですねあの下落してくるえ確率がえ高まってくるかなって思います。はい、で、えー、まあ当然そのこの,え、ね、この切り上げラインですねこの切り上げラインでサポートされてまたこうえ急上昇してきたらですね その場合は、えー、この、えー、200.718円をですね、あのー、また明確に上にブレイクしてくる確率が高まってきますので、えーまあ、この切り上げライン際でのプライスアクションもしっかりと見ておいた方がいいかなと思いますでえっと、まあ、201円ですね201円の、えー、切り板もですねあのもしも、えー、明確に上にブレイクしてきた場合は その場合はですねあの次はその201.5 20円だったり202円だったりとかですねまあそのあたりをですねこうさらにこう目指して上昇してくる確率が高まってくるかなと思うんですけどもあの逆にこの199.926円のこの水平線をですねこう下にブレイク してくるような形になってしまった場合は、ですね。あのー、まあ、四時間足レベルで、まあ、その、えっと、ダブルトップですね。はい、ダブルトップがですね。こう作られる、えー、形になってくると思うので、えー、なので、その場合は、あのー、まあ、えっ、ー、と、百百九十九円とかですね。はい、百九十九円とか、そのあたりまで、また再度、えー、深くですね。あの。 下落してくる、えー、確率が、えー、高まってきますので、まあ、なのでこの199.926円際でのあのー、値動きもですね。しっかりと見ておいた方がいいと思います。まあ、そのえっと現状はあのー、まあ、上昇の勢いが、えー、結構。 えー、強いのが、まあ、見て取れるかなとは思うんですけど、まあ、の最初に話した通りやっぱりこの4時間足レベルでの、えー高えー、直近の高値であるこの200.718円ですね、はい、この200.718円を、えー、実体レベルでしっかりと、えー、上にブレイクできるかどうかっていう、えー、ここが、あのーまあ、現状とても大切に、えー、なってくる、えー、場面かなと思います。 で、えっと、あと FX の,です、ね、あの短期トレードや中期トレードをですね、あのしっかり極めたいと考えている方や FX の短期トレードや中期トレードがもっとこう上手になりたいと考えている方はですね、あのよかったらあの動画の説明欄にですね、あなたがその FX の短期トレードと中期トレードを えこうしっかりこう極めるためにおいてですねえとてもあの参考になることをねいろいろと書いているのであのよかったら動画,のせ、えー、動画の説明欄もですねあのご覧いただけたらと思います。あとはえ最近多いご質問があの僕がどこの。 えー、FX 証券会社使ってるのかっていうご質問が多いんですけどそれに関してはあの僕のブログにですねあのしっかりと、えー、書いてありますので、えーまあ、僕のブログをご覧いただけたらと思います、えー、動画の説明欄に、ね、あの貼ってるんで、まあ、そちらからご覧くださいであとはあのー、まあ、えー、最近ですねあのー、旧ツイッターですね、はい、最近あの旧ツイッターにもですねまああのー、時々あのー、まあ あの結構あのためになることをですねあの書いたりするときがあるので、まあ、よかったらあの僕のあの旧ツイッターもですねあの合わせてご覧いただけたらと思いますあの、えー、旧ツイッターに関してもあの動画の説明欄に貼ってるのでよかったらご覧くださいはいというわけで今回の動画は以上になりますありがとうございましたプルトレーダーの翔太でした失礼いたします